私は中学3年生の息子を持つ専業主婦の佐藤です。隣のマンションに息子が同級生のママ友、三浦さんがいます。息子が同級生ってこともあり、連絡先を交換したのですが、持ち家に住む私があまり気に食わないご様子。それでもお互い受験生ってこともあり、以前は情報交換をしていましたが、最近は三浦さんが新しく仕事を始めてフル勤務になったため、ほぼ会わなくなり、連絡も全く取らずに、会ったら挨拶のみで済んでいました。そんなある日、急に三浦さんから連絡が来ましたが、佐藤さん、こんばんは。三浦さん、こんばんは。久しぶりですね。そうですね。最近はあまり会わないですからね。私、今仕事がとても忙しいから、朝早くて夜も遅いのよ。朝から晩まで大変ですね。でも今の仕事は稼ぎがとてもいいから辞められなくて。お仕事頑張ってくださいね。子供の将来のためにも頑張らないとね。ところで今日はどうされたのですか？何か私に用事ですよね。そうよ、忘れてたわ。どうかされましたか？佐藤さん、今日またバーベキューやった？お庭で。やりましたよ。先日バーベキューセットを買いまして、今日晴れてたのでうちに友達呼んでやりました。やっぱりね。やっぱり？どうかされましたか？あのね、佐藤さん、ここは高級住宅地なのよ。わかってるの？まあこの辺りでは高級住宅地と言われてますよね。この街の雰囲気を乱す行為はやめてもらえない？私って何かしましたか？わかんない人ね。これだから若い人は困るのよ。具体的に言っていただかないと見当がつきません。今後一切庭でバーベキューなんてしないでちょうだい。え、なんでですか？匂いよ。バーベキューは洗濯物に匂いがつくのよ。え、うちはマンションの3階で、あなたのお宅の隣なのよ。知っています。ちょうどあなたの庭でやると、うちの洗濯物に匂いがつくのよ。それはすみません。だからもう二度とやらないでちょうだい。匂いがついたなら申し訳ないですが、他のお宅でもよくやってますよね。だから何よ。今日も他のお宅でもやっていましたし、うちだけそう言われても。何よ。他の家の匂いはここまで来ないから関係ないじゃないのよ。でもせっかくバーベキューセット買いましたし、子供も喜ぶので。何よ、子供って言ってももう中学生でしょ。中学生の男の子が親とバーベキューで楽しいわけないでしょ。でも楽しんでますよ、仲がいいので。そもそもうちは人様に迷惑かけるから家でバーベキューやったことないわよ。それはマンションでお庭がないからではないでしょうか。あんた、私に反抗する気ね。いい度胸してるじゃないのよ。そういうつもりじゃないです。とにかく今後はバーベキュー禁止です。そんな。3日後にたまたまゴミ出しですれ違い、挨拶をしましたが、三浦さんは完全に無視をして、さっさとマンションに戻っていきました。そしてその晩のこと。佐藤さん、ちょっといいかしら。何でしょうか？今日のゴミ出しの服装なんだけど、何なのあれ。え、服装ですか？中学生の子供がいる親の服装には見えないわ。そうですか？短いスカート履いてありえないわ。私、同級生のママの中では若い方ですし、ゴミ出しくらいならと思って昔のを履いただけです。それがありえないって言ってるのよ。なんででしょうか？外に外出の際は年齢相応の服を着ています。だから先日も言ったでしょ、ここは高級なところなの。ですから普段は着ませんって。一歩でも外に出るときは身だしなみを整えてからにしてちょうだい。ゴミ出しくらいでもですか？当たり前。それにあんな服を自分の息子によく見せれるわね。そこまで言われるほどミニスカートでもないと思います。
でもそれで外に出歩いたら悪影響よ。悪影響ってそこまでですか？私たちの子供は受験生なんだからしっかりしなさい。受験には関係ないと思いますが、今は勉強一本に集中する時なんだから変な服装は今後やめなさいよ。気をつけます。相変わらず三浦さんは無視をしていますが、いつか収まるだろうと放っておきました。そのまま2ヶ月が過ぎて、久しぶりに三浦さんから連絡が来たと思ったら、佐藤さん、ちょっと今いい？何でしょう？受験シーズンが近づいてきていること分かってるの？もちろん分かっていますが。分かっているならあなたそれでも親？どういうことですか？意味が分かりません。勉強の邪魔しないでちょうだい。え？邪魔？そうよ、邪魔しないでって言ってるの。私邪魔してませんよ。そんなことよく言えるわね。特にお宅の息子さんは先日見かけましたけど、何も話してませんし。今日のことよ。今日ですか？あなた町内会長と話してたでしょ？それが何か？うるさいのよ、大きな声で。うちの息子は勉強してるの。朝から夜まで邪魔なのよ。私そんなに大声出してませんよ。時間も20分程度ですし。程度って20分もあれば十分勉強できるのよ。その時間を邪魔したでしょ。だからそんなに大声で話してませんよ。大きさじゃないのよ。小さくても勉強の邪魔になるのよ。そんなに邪魔でしたか？あなたよくそんなことが言えるわね。みんなが話すくらいで話してましたよ。それが受験生の子供を持ってる人とは到底思えないわね。そこまで言わなくても。はっきり言うわ。うちはオタクと違い、頭が良くてトップの高校を目指すの。うちと違うってそんな言い方。どうせあなたの息子は勉強もせず遊んでるんでしょ？この前公園にいるのを見たわ。うちも受験の勉強は頑張ってます。そんなわけないわ。でもね、うちは違うの。違うって？駅前にある優秀な塾に通ってるのよ。だからお宅の息子さんと一緒にしないで。佐藤さん、息子さんを信用しすぎですよ。どういう意味よ。三浦さん、息子さんの勉強をどれくらい把握してますか？うちは賢いから、私は何も言わなくても大丈夫なのよ。平日学校帰ってから何をしてるかご存知ですか？勉強よ、当たり前よ。教えてあげますね。バンドやってますよ、息子さん。は？何を言ってるの、あなた。週3回程度、ここ3ヶ月ほどバンドのメンバーが集まってギターやってます。うちの子がやるわけないでしょ。寝ぼけてるの？いつもお宅の家から鳴り響いてて勉強の迷惑です。そもそもうちに楽器なんてないのよ。楽器がないならできないでしょ。バンドメンバーが毎回運んでますよ。一人大学生ぐらいの人がいて、毎回車で運んでますよ。よく見ます。そんな嘘ついていいと思ってるの、あなた。三浦さん、いつもその時間はいないですよね。仕事で帰るのは夜だわ。だからバレないと思ってるのではないですかね。でも息子は塾にもしっかり行ってるわよ。体調不良とかで早退が多いらしいですよ。え？うちの息子も同じところに通ってます。そして目指してる学校も同じです。え？同じ塾？あんなレベルが高いところなのにお宅の息子が？はい。そして残念ながら塾サボってばかりだから成績は下がりっぱなしで、塾では最下位みたいです。え？うちが？まさか。信用しなくてもいいですけど、これが真実ですよ。そんなわけないわよ。嘘だと思うなら塾に電話してくださいよ。あとバンドはうるさいのでやめさせてくださいね。その後、三浦さんはすぐに塾に電話をしたそうです。
結果は LINE で聞いた通りでした。塾では最下位で、目指していたトップの高校はもう諦めないといけないと言われてしまったそうです。もちろん息子さんにも確認をしたところ、バンドをやってたことは認めて、さらには高校も行かずバンドに専念したいと言い出して大変そうです。自分の息子は大丈夫だと親なら思いたいですが、必ずしもその通りにはいきませんね。そしてまず他を注意する前に自分の周りを見ないと後悔しますね。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価お待ちしています。